walking just ahead of us, there was a father whose daughter was learning to ride a bike. そして私たちのちょっと前に親子がいて子供が自転車に乗るのをお父さんが教えてあげている様子でした。そしてお父さんがその娘さんとそうやって過ごしている姿というのはとても素敵なものでした。 そこで乗っていた自転車が坂道に差し掛かって下り坂だったので自転車がだんだんスピードを上げていってしまったんです ground, ですのでちょっとスピードが出てしまったのでその小さい女の子はこうだんだんグラグラしてきて。

でこう自分の方にこうに近く寄せるということだったんです course, でもちろんお父さんがすぐ飛んできて抱き上げてあの慰めてあげていましたそしてそのうちその女の子がもう一度立ち上がって自転車に乗り直しました でも私たちの,この傷ついた時の最初のリアクションっていうのはこうそういうふうにそれをこう自分に近く抱えるということではないでしょうか her, her その傷ついた膝ざをこう自分に近く寄せて抱え,るのことあの抱えたように。 お腹が痛い時にもその小さい子はその痛いお腹を抱え込みます kind of でもそういうリアクションを取るのは実際にこう物理的な傷だけでは痛みだけではありません。 私たちは傷を負った時にその痛みを抱きかかえを痛みに寄り添おうと自分でもします。 Or ですので傷つくような言葉をかけられた時あるいは傷つけられるような行為をされた時に私たちはそこを抱え込もうとしますそして人によってはその傷つく経験をした時にこう自分を守るためにこう内側に 引きこももる人もいます we love, we 特に私たちを傷つけたのが親しい人の場合自分が傷つけられたっていうことを知ってもらうためにそういうふうに慰めてもらいたいと思って自分の傷を知ってもらいたいと思います。 そしてあるいはその自転車に乗っていた女の子のようにこう泣いてしまう時もあるかもしれませんその泣いてしまうのはその泣くことで私たちがどれだけ傷んでいるか傷ついているかまたそこを慰めてもらいたいという思いもあって。 で親しいい人がいるときそ泣くのではないでしょうかけれども一番つらい状況というのは私たちを傷つけた相手の人がその傷つけたということを

私たちはさまざまな傷を受けますけれどもその中には本当にひどい 深い傷を受ける時もあります。そして癒されるのに時間のかかる深い傷もあります。And some injuries leave scars. そして時にはそれが傷跡を残すこともあります。 あの私の息上の息子がまだ小さい時に私たちは青少年部の連隊の青少年部の働きをしていたのでキャンプ場にいることが多かったんです残念なことにそのキャンプの間にある事故が起きて多くの人がそこで傷を負いました。 その事故のために多くの人が道路に放り投げられて、かすり傷だったり、あるいは体に傷を負ったんです。Accident, のこの事故の後に息子が。 その息子のおばあちゃんと一緒に時間を過ごしていました。で、何が起きたのかおばあちゃんに説明してこう、自分がその事故でできた傷をおばあちゃんに見せていたんです。でもおばあちゃんは言いました。あなたはまだ小さいから今ちゃんと薬を塗っておけばその傷はきっと治るわよと。 Well, he responded to his grandmother, no, でも、息子は言ったそうです。大丈夫。もし傷が残ったとしても、そのことで思い出が残るから。 その人生の傷跡というものも私たちがどういう経験をしたかを物語るものです。Us. けれどもその傷跡で私たちが縛られてしまったり、あるいは制限されてしまってはいけません。 Hold us or bind us. その傷ができる出来事によってまたその思い出によって縛られてしまってはいけません。 イエス様もそのことはよくご存知でした。イエス様ご自身が傷つけられる経験を多くされたからです。イエス様はおっしゃいました、その癒されるその方法は許すことだと。 マタエによる福音書の6章の14節と15節でイエス様はこういうふうにおっしゃっています。もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。 そして弟子たちはまた別の時にイエス様にこう聞いています。私たち一回何度許したらよいのでしょうか them, イエス様はおっしゃいました。7の70倍許しなさい。 もしこの許すということが不可能なことであるならば、イエスもこのように弟子たちに、また私たちにおっしゃったでしょうか。許すことの反対、その許さないということは、その痛みの中に生き続けるということです。

As a bitter root. ヘブライ書にはその許さないということが苦い根にとなっていくということが書かれています。苦い根が その庭に根を下ろしてしまうと、決して良いものが育たなくなってしまいます。その苦い根が全ての命を、良い命を奪い取ってしまうからです。けれども、私たちには良い知らせが与えられています。God knows everything about us. 神様が私たちのすべてを知っておられるということ。He knows every hurt Pain and injustice. 私たちの痛みや傷のすべてをご存知で、またすべての不条理をご存知でおられるということ。そして私たちが 持っているすべての傷をイエス様がすべてご存知であるということそして神様は正義というものをとても重んじておられ,おられます私たち以上にローマの信徒への手紙の12章の17節から19節をお読みします。 誰に対しても悪に悪を返さずすべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること私が報復すると主は言われる」と書いてあります。 これはどういうことかというと私たちの痛み、苦しみをすべて神様におよだねするということです。でですすすのべてを神様におねする 私たちを傷つけた人たちのこともすべて神様に任せるということですそして神様が私たちのためにその出来事を取り扱ってくださるのですそして21節でパウロは続けてこういうふうに語っています「悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい」。 私たちができる最善のことは、イエス様にすべてをお任せするということです。そして、それでは許すということ、私たちはどこからそれを始めたらよいのでしょうかそれは神様から始まっていきます。 まず神様にすべてのことを胸の内をお話ししましょう。Be honest with God. そして神様の前に正直に心を注ぎ出しましょう。それがどれほど大変なことなのか、神様にお任せすることも難しいんだということを神様はご存知です。And as you continue, just giving 神様にお話をしていく中でそれを繰り返していく中でその許すところの力を神様が与えてくださいますどうぞ神様の愛が皆さんのうちに注がれるように願ってください そして自分を傷つけた人のために祈りましょう。See, もちろん私たちになされた悪いこと、不条理なことは間違っています。But we hate the person. けれども、その人、それを行った人を憎むことは私たちはしてはいけないのです。 もしその出来事自体を握りしめ続けるのであればその自分を傷つけた人にある意味力を私たちは与えてしまっていますですので思いとまた心をイエス様に向けてください。 Ask Jesus to help you. その痛み,に痛みに集中してしまいそうなとき、その傷を抱え込んでしまいそうになるときに、どうぞイエス様を見上げてください。 その人の顔が浮かんだ時あるいはその出来事を繰り返し考えてしまいそうな時どうぞそのことをイエス様にお委ねしてくださいどうぞ神様の言葉を心の内にまた思いの内に入れてください And memorize that scripture verse. そして神様にどうぞ必要な聖書の言葉を与えてくださいと願いましょうそしてその御言葉を暗唱しましょう See, life, イエス様はおっしゃいました私はあなたに命を与えるためそれも豊かな命を与えるために来たと

喜びと平和それは満足を与えてくれるものです。皆さんが経験してこられたすべての傷や痛みどうかそれをイエス様に神様にお任せすることができますように。 皆さんがもし今抱えておられる傷や痛みがあるのでしたならば今週の祈りの中でどうぞ神様がそれを全て引き取ってくださいますように。 Son, えそしてどうぞ皆さんがこう自分自身もどれほど神様に許されているかその許しがイエス様によって で与えられているものであるということをどうぞ深く知ることができますように。キリストの自由の中で生きることができるとはどれほど素晴らしいことでしょうか。神様の恵みと、また天国からの祝福に預かることを。 We will be 私たちが許しを与えるものとなることができるようにお祈りの時を持ってまいりましょう手の父なる神様人生を歩んでいると傷を受けることがありますそれを避けて通ることはできません。 それは本当に自転車を転から転んでできるようなかすり傷もあるかもしれませんけれども中には本当にそれが深い傷でこう自分でもどうしたらいいのかわからないようなこう深い深い傷跡になってしまっていることもあります。人にに決して話すそんななな気軽に話すことができないような 本当に深い痛みや苦しみも神様あります。そういった深い傷を自分に加えた人、またその出来事という、出来事というものは神様本当に簡単に手放すことはできません。でもだからといってそれを抱え続けていることも 決して私たたちのためにならならいいことも思います十分に人を愛すことができなかったりまた十分に人を信頼することができなかったり本当の喜びを味わうことができなかったりあるいは本当の平和をいただくことができなかったり神様傷や痛みというものがどれほどの足かせに なってしまえるかを思う時に神様あなたは私たちを本当に自由にしたいからこそ許しなさいとおっしゃっているんだと思いますでもあなたが許しなさいとおっしゃるのは決してそれが不可能なことではないから私たちにそのように進めてくださっていることを思います神様がイエス様が私たちの重荷を負ってくださる でですので神様私たちが持っているさまざまな痛みや苦しみをどうぞまずあなたに告白していくことからどうぞ始めさせてくださいもしかしたら自分でもびっくりするような叫びや求めが出てくるかもしれませんでもあなたは大きく力あるお方ですからこう私たちを受け止めてくださる方であることを思います。 どうぞ1週間、神様、この許しの祈りを持っていくときに精霊様がどうぞその祈りの時をどうぞ導いてくださいそしてこう許すことで神様、どうぞ自由にされること解放されることの喜びを味わうことができますようにどうぞお願いをいをたしますなかなか手放せないその手を神様、どうぞ手放すことができますように。 そして誰かを許す時にまずイエス様がどれほどの愛を持ってまたどれだけの犠牲を払って私たちを許してくださったかすべてがまずそこから始まっているということを神様どうぞ思い起こさせてください神様今この地上にもたくさんの争いがありますでももし一人一人がこう許すことを神様によって でさせていただいたただならばどれほどの和解があることでしょうかどれほどの喜びと平和がそこから生まれていくことでしょうかまず神様私たちの自分のいるところから自分の状況からそのことを始めることができますように主をどうぞ導いてください。あ特にこのこのとで この祈りが本当に苦しくなる方もいらっしゃるかもしれませんどうぞ聖霊様が本当にそばにいて慰めとまた癒しをどうぞ豊かにそこにあ,そあ備えてくださいますようにどうぞお願いをいたしますイエス様が全てのことにすでに勝利してくださっていて またあなたご自身が癒し主であってくださることを覚えて心から感謝いたしますどうぞあなたがお一人お一人の祈りをどうぞ導いてくださいますように心からお願いいたしますイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンありがとうございます 皆さん、今日の動画も見てくださってありがとうございます。どうぞ、イエス様が備えてくださる自由の中で皆さんが過ごすことができますように。そして、キリストにあるその豊かな命を味わう時が備えられますように。God <bless> you. 主の祝福をお祈り申し上げます。 ありがとうございます。